まゆかの教えてあげる。今週末はハロウィン。今日は当たり馬券を収穫しに来ました。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。天皇賞秋は中距離実績のある馬の構想が目立つから、今回は距離適性を重要視してデータ予想をしてみようっと。中距離チャンピオンに躍り出るのは果たしてどの馬？天皇賞秋、本命は1枠2番アンビシャスになりました。そして対抗は4枠8番ラブリーデイ、3番手は7枠14番ステファノス、4番手は5枠9番エーシンヒカリという予想結果になりました。ということで天皇賞秋のデータ予想の結果は本命1枠2番アンビシャスになりました。注目の3歳馬、前走の毎日王冠では6着でしたが、世代ではトップの実力、ミルコデムーロ騎手と2度目のコンビで G1 初挑戦、初制覇を狙います。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単。ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。